こんばんは。こんばんは、こんばんは。昨日やっと初めましてできたね。ありがとう、嬉しい。みんな今日、昨日来てくれた人ありがとうでした。そう、楽しかった。こんばんは。動かせない。初見です、こんばんは。セラかわよ、かわいい。今日ね、ちょっとお顔が漏れない日なんですけど、セーラー服やるって言ったからやっちゃった。今度またリベンジする、お顔がいい日に。こんばんは。回線安定してるよ。あ、よかった、よかったです。セーラー服かわいいな。セーラーいいよね。ちなみに私なんかね、ハワイに住んでたんだけど、そのハワイ住んでる時にのセーラー服の学校がセーラー服だったのよ、ハワイのね学校が。それで、あのリボンっていうかネクタイだけね、ガチなの。あと何、スカートも本物、上だけ偽物。こんばんは、ともは来たよ、ありがとう。みんなが大好きでしょ。え、みんな好きでしょ。みんな好きでしょ。これキャッチボールの時の写真のやつ。あ、そう、正解。こんばんは、僕もチーズ大好きだから共感。チーズ、チーズ好きなの。テレビに出てるみちょぱがともはにしか見えん。どういうこと、どういうこと。ガチでどういうこと。制服かわいい。チキともは大好き、ありがとう。いいでしょ。今度初めまして行きたいけど、コミュ障だから行く勇気が。来てよ、来たら喜んじゃう。喜んじゃう。お顔がいい、お顔がね、今日はあまりよろしくないんだけど、まあいい日にまたなんかリベンジさせてくださいませな。みんななんかさ、逆にさ、こんなさ衣装が見たいよとかある？ショールームとかで。まあ、今んとこ考えてるのは、あのお家にチャイナ服があるからチャイナ服着ようかなとか思ったり、でも需要あるかなって思ったりしてます。初見です、リミちゃん。初見さん、ありがとう。あ、そうなんだ、ありがとうね。セーラー服着たことないわ。いや、着た方がいいよやっぱり。なぜ俺がセーラー好きとバレた。バレてますよ、とっくの通り。トモハとミシマが似ている。3年後にワディオス。早くない、早くない、離脱するの。似てるかな。トモハは初めてツイッターで見た画像、このセーラー服だった。あ、そうなんだ。セーラー服大好きなので見に来ました。やっぱみんなセーラー服大好きだもんね。チャイナ待ってる。あ、本当に？お二杯が見たいです。でも二杯ってさ、あれじゃない？なんかなんていうの、あれじゃ見られなくない？画面じゃ。立ってさ、全身でやんないと。ごめん、ワイブレザー派です。あ、ブレザー派なのね。ブレザー派なんですね。私はどっち派だろう？どっちも派。どっちも派です、私は。せっかくの、せっかく我の主現場とアクアノートが対バンかぶったのに行けなかった。うん、ピエン、まあ、またいつか会いに来てくださいな。ギャル派です。そうだね。それはそうだわ。セーラーは原点にして頂点ってところある。いいよね、セーラー服って。私も好き。全身見たいな。今椅子に座ってるから無理かもしれないな。ブレザーにカーディガン羽織ってたら漏れる。
どういうこと？ブレザーの中にってことだよね。え、ブレザーの上には変じゃない？え、ブレザーの中って感じでしょ？え、わかんない。トマさんギャルって聞いた。トマさんギャルじゃないです。トマさんね、清楚、清楚なの。セーラー服好きすぎて気合い入れすぎた。セーラー服良い？ね、今度またさ、めっちゃさ、あの顔面可愛くさ、なるね。どういうこと？顔が自分が好きな時にまたやります、セーラー服。まあ、1ヶ月後とかにまたやるかもしれないから、みんなその時も来てくださいね。ていうか毎回来てくださいね。フェソ系ギャル、ギャルじゃないって。ギャルじゃないのよ。トマは清楚系って花子が言ってた。いや、私清楚系なの。しまって焼き肉食ってて気づかなかった。おいおいおい、セーラーかわいい。かわいい、ありがとう。セーラーを褒められてんだよね。私は別に褒められてないもん。みちょぱ、ゆきぼえ、トマは違うよ。まあ、あのそこのね、2人にね並べるのは嬉しいけど、私別にギャルじゃないから。アクアノート大阪来てほしいな。私も大阪行きたい。大阪がいいよな。大阪しか勝たんな。13日挨拶しに行こうかなと思ってるよね。ありがとう、楽しみにしてるね。ふみふみさん、マジマンジとか言いさ、マジマンジ言わないわ。ほんと人生で何回目って感じ。3回目ぐらいに言った。いつも顔面調子悪いんですが、どうしたら顔面いい日になりますか？お風呂に入ってむくみを取る。え、よく聞こえなかった。え、どういうこと？清楚自分で言うスタイル好き。誕生日なので許しておくれ。3月誕生日の皆さん、おめでとうございます。今さら。自分で清楚って言われたら信用できない。いや、私別に清楚じゃないんだけど。いやね、ごめんなさいね、ごめんなさい、ごめんなさい。なんか人からちょっと電話がかかってきちゃって、なんか切れちゃったかもしれない、ごめんなさい。トモハを外で撮影したい。トモハを外で撮影したいですか？この間さ、あの豊洲の時さ、外だったよね、特典会場。新鮮だでした、だったでしたね。ポニテと何がいい、どれがいい、わかんない。とりあえずこうしとこう。はい、 OK。 やった、やった。あと、あ、僕、俺も3月、あ、3月おめでとう。なぜ3月4日だし、どういうこと、どういうこと。本当にな、私のね、ちょっとごめんなさい、本当に私のおばあちゃんから永遠に何回も何回もね、あの電話がかかってきちゃうみたいで、ごめんなさい。ちょっとなんかちょっとずつ途切れちゃうかもしれないけど、目元キラキラで可愛い。なんか失敗しちゃいました。失敗した、いろいろと失敗したの、なんかもう今日は。けど、まあまあまあ許して。アメリカの地図気になる。あ、これね、なんかこれはなんかうちのお母さんが貼ったんだけど、本当にすんごい携帯が鳴るね、ごめんね。え、そう、なんか私のね、お母さんがね、これ貼ったんだけど、あれ、何、なんか50州のキャプチャーを覚えろみたいな感じで貼られたので、私は頑張って覚えますって感じです。まだ外寒いよね、寒いね。目元がね、キラキラなんだよねってさっき言うんだよね。豊洲寒かった。プルプル、アクアノート、また日比谷のやを、うん、でやらないかな。あそこだ、わかった、どこか、あの外のやつだ。私は毎日誕生日おめでとう。トモハこんばんは、こんばんは、はじめまして、はじめまして、こんばんは。
セーラーしか好きじゃない。ちょっと待って、よいしょ、痛い。おばあちゃんも参加してもらおう。おばあちゃんも参加してもらう。それ新しい制服なの？新しい制服じゃないよ。新しい制服ではありません。おばあちゃんどこ？何、おばあちゃんのお宅なのみんな。はじめまして、はじめまして、たかさん、はじめまして。塾行ってるの？今ね、塾はね、体験行って、でなんか2つね、塾に行くかもしれなくて、だからまあ合計で家庭教師入れたら3つ、ヒーヒーヒーって感じなんだけど、って感じ。おばあ、ボーンデライオンがらちられたままや。そうだよ。ボーンデライオンすごい気に入ってるの、私のおばあちゃんが。シュート覚えるのは難しいな。え、それね、50周は覚えられたけどさ、覚えられたってか、なんかね、私のなんかずっとアメリカにいるときに、なんかゲームやってたの。なんか唯一私がハマったゲーム。私ゲーム全然さ、得意じゃないからさ、あれなんだけど、なんか勉強のゲームで、なんか50周でどこがどこでどこがどこでみたいなのを当てるみたいなゲームなんだけど、なんかそれにすっごいハマってって、それで50周覚えたんだけど、キャピタルは未だに覚えられませんっていう。こんばんは、こんばんは。健康診断終わって、やれ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 、お疲れ様です。指輪でめっちゃ推しじゃん、知ってたらメモに笑われました。今日もお顔、今日お顔も可愛すぎる。本当に今日はちょっと調子が悪いございまして。おばあちゃんと年近そう。ガタガタ、それはないでしょう。ばあちゃん人気者だなね。相変わらず頑張ってるな、偉いぞ。ともちゃん、ともちゃん言いたいだけやん。お嬢様やん。え、お嬢様ってこと？ともは雰囲気めっちゃ賢い。え、雰囲気じゃないよ、賢いんだよ。あれれあれれあれれ、ともは勉強好きなのかな。ともはね、勉強は好きなんだよね。好きですよ、一応ね。勉強するかは置いといて、一応好きですよって。アメリカ暮らしてたんだっけ？そう、アメリカにいました。ハワイに住んでた。そういえばチェキサイン届いてよ。ありがとう、ありがとう、ありがとう、こちらこそありがとう。早くない？だってさ、さっきまでさ10連 50% もあったのに、今もう 20% なんだけどさ、大丈夫かな。不安になってきた、不安になってきたけど大丈夫かな。見た目だけは賢いってやつ。見た目だけじゃないって。まあ見た目なんだけど、今のところ見た目だけかもしれないけど、これから賢くなっていく予定なので、ちょっとシーってお願いします。はい。塾2つに家庭教育、家庭教育、家庭教育って勉強大好きだな。勉強ね、ね、好きみたい。今度英語教えてください。じゃあ今度お話ししに来てくださいね。そしたらちょっと教えるか考えますね。今の学校はセーラーなの？今の学校はね、セーラー服じゃない。ハワイで暮らしてた割にはお肌白いね。あのね、真っ黒になったの一回。すっごい黒くなったんだけど、白くなったけど、これでもちっちゃい頃に比べたら全然ね、黒いのから早く白くなりたいです。もう早く白くなりたくてしょうがないんだよね、なんかね、そうって感じ。賢くなくても生きていけるから大丈夫。それな、勉強できない、したくない。中日ドラゴンズって教科があればいいのね。え、それね、そしたらもう大好きになっちゃう、勉強。こんばんは、こんばんは、ハチさん、こんばんは。もう十分白いわ。え、なんかマジで私さ、ちっちゃい頃さ、なんか本当に何歳とかの時、何歳とかって何とかの時、めっちゃ白かったんよ。そうけど、なんかね、あの特に顔とあの腕が白かった。
でもなんかそう、変。中学の時は塾は土曜だけ行ってたな。みんなは塾行ってましたか？行ってますか？今行ってるか、学生の時、もしくは今学生なら今行ってるか、みんなが学生の時は行ってましたか？塾。野球どこファン？中日です。ヤクルトもちょっとだけ好きです。社会科見学でドラゴンズ VS スワローズみたいね。それな、めっちゃ見たい。いいな。私あれ好き、あれ好きじゃない。あ、そういえば、何も関係ないこと話しちゃった。今度私社会科見学行くんだよね。楽しみなんだ。5年前は行ってたけど、5年前は行ってたんだ。いいね。予備校通ってた。塾行ってた時もある。勉強好きな推しメン初めてかも。ポイント高い。本当に推してくれてるんですか？推しメンって言ってくれてるなら嬉しい。ありがとう。そんだけ英語文科の高校推薦で入れそうじゃない？私、英語ね、喋れるんだけども、文法が苦手なんですよ。なのです。日本の英語が苦手なの、すっごく。すんごいすんごい苦手で、何言ってるかよくわかんないみたいな。なんか先生のさ、授業とかもさ、もう何言ってるかわかんないの。もう一回言ってもらってもいいっていうレベルで何言ってるかわかんなくて、今の学校はね、UK の、アメリカ人じゃない、UK のアメリカ人って何？ その UK のね、国のね、先生がいるんだけど、その人しかわかんないの。あとなんか日本人のさ、先生が授業してくれてるんだけど、何言ってるんだろうって感じなのね。もうちんぷんかんぷんって感じでさ、泣きたい。今年は神宮行けるといいね。え、去年も神宮行ったよ。行きたいのは名古屋ですね。名古屋行ってあれしたい。帰国受け入れ多い学校行きなよ。文法不要だよ。いや、私ね、なんかちょっとね、期間空きすぎちゃってるんだよね。もっとちっちゃい頃だったから、大体2年以内とかさ、3年以内とかが多くてさ、入れないんですよね。あんまり。塾は行ってないけど、家庭教師の先生に来てもらってる。あ、一緒だね。今の私と一緒だ。私も家庭教師の先生に来てもらってる、今。どこに社会科見学行くの？忘れちゃった。本当に、どこだっけ？なんか難しい名前のところ。でもなんか、班で自由に決めていいの。すごくない？なんか。でも私さ、転校したばっかだからさ、なんかさ、資料配られたけどさ、なんか正直あんま見てなくてさ、わかんない。けどなんか、自由に決めてよくて、クラスでなんか、6班ぐらいあるんだけど、なんか全部みんな行くところが違うの。だからどうやって先生、なんか先生つかないのかなと思って。なんかどんな感じなんだろうって感じ。文法知ってても英語喋れなきゃ意味ないのにね。それな。本当に。ともは喋れれば十分だと思うよ。あ、英語。ともはじゃない、英語。どういうこと？ 何の読み間違い。推しメン頭いい。推しメン頭いいな。よかったじゃん。あ、え？どういうこと？トムハのことが好きすぎて仕方ない。本当かな？嬉しい。日本人の先生の発音が悪いじゃん。え、違うの？なんか、違うの？なんか発音がいい悪いじゃなくて、本当に聞き取れなくて、なんかむしろ、I have a pen だとしたら、I have a pen とか言ってくれた方がわかるじゃん。なんかさ、無駄になんか発音よくさ、しようとしすぎてさ、何言ってるかわかんない現象わかります？なんか確かに別になんか日本人の中でめっちゃなんか発音がいいんだけど、何言ってるかわかんないの。だから、なんか普通に日本語で言ってほしい。I have a pen とか、わかんないけど、そう言ってほしいなっていう願望。UK のアメリカ人。UK のアメリカ人じゃない。UK の人ね。そう。が今学校の先生で、なんかこの間ね、初めて話して、なんか、めっちゃアメリカンな英語だよねって言われて、あ、マジで直したいんですよみたいな話して、なんか羨ましいみたいな話をしてた。文法もわからないし、喋るのもできない。
文法難しいよね。喋るのもさ、住んでなかったら難しいよね。こんばんは、こんばんは。ローストのファミチキみたいな。どういうこと？どういうこと？すっごい下からでもう何もセーラー服すら見えないんだけど大丈夫そう？仕事じゃないと英語喋るモチベ出ない。え、わかる。だからもうさ、もはやさ、私さ、英語忘れかけてきてるからさ、なんか自分でさ、たまにさ、お母さんもさ、一緒にさ、アメリカ住んでたし、イギリスとかも留学してたからさ、お母さん英語喋れるから、なんか、たまに自分から英語で喋りかけたりしてる。謎だよね。お互い日本人なのにさ、英語で喋るっていう、謎の。メイドカフェ行ったんだって、この間ね。それで、そこのアットホームカフェ行ったらしいんだけど、なんかそこのホームページ、めっちゃ良かったから見てみなーって言われたんだけどさ、めっちゃ可愛い子いて、一人ね、会いたいんです。今の英語の授業は日本語禁止じゃなかったっけ？いや、なんかアメリカ人に日本人の先生がついて、なんか分かんない時はなんか翻訳みたいな役割してる。イギリス英語は分かる。私たまにさ、お母さんがイギリス英語喋るんよ。だからさ、私たまにさ、イギリス英語真似すんの。なんか、I don't care about it みたいな。分かる？分かる？え、似てない？分かる？めっちゃ似てるんだけど、すごくない？トモが耳が真っ赤で、ね、え、耳が真っ赤、え、また今日も？もう嫌や。何点だったの？秘密を何点か。100点でもきっと教えないし、0点でも教えない。俺のせいでトモハの耳が真っ赤なんだな。どれだけ俺のこと好きなんだ。大好きなんだよ、みんなが。関係代名詞は喋るときは省いちゃいますよね。あ、そうなんだ。なるほどね。だから、喋るときは省くから私がはってなってるのね。なるほど。OK。ありがとう。英語評価1の自分からすると、まーちゃんの言いたいことさえわからない。わかれない。セーラー服配信の言い方しか見えない。見えません。許してください。無理です。もう、ここが、だって限界だもん。じゃあ顔が見えなくなっちゃうもん。マリミーだって結婚パンツをバーにばっか言ってたわい。え、どういうこと？だってさ、 What's up? って言われてさ、 Not so bad? って言われたらさ、えってならない？どういうこと？みたいな。セラー服配信の胸遣いだから全身映そう。あー、でも今度またもう一回やるからさ、来てよ、その時。はい、はい、あ、これよくない？でもめっちゃ肩上がるんだけど。めっちゃ肩上がってるんだけど。え、私ってなで肩なのかな。やばい、首が長いだけって思っとこう。関係代名詞の文章日本語で表現するの無理ある。どういうこと？ That って文をつなぐのに便利だけど、別に必要じゃない時あるよね。え、それね、本当にマジで必要ないと思った。しかもさ、あ、もう一つあるんだよね。Could you bring me my blue bag please って書いてない。 blue bag って書いてん？って書いててさ、 my と me はわざわざさ2個つける必要ないじゃんってさ思っちゃうんだけど。私はトモハがメイドカフェ行ったら客ワンちゃんがあれやめてあげなさい。いや、行きたいよ。そんな今何時だろう。日本人は I'm good とか言わない、言わんのよ。はい、控えめだから。あ、そうなの？どういうこと？この前付き添いでメイドカフェ行ったらライブでアイドルソング連発してて楽しかった。いいじゃん。それ夏服なの？え、そうですよ。Let me see で全てを一通して生きてます。私のさ、クラスメートでもさ、2人なんかね、そういう子がいるんだけど、1人は Oh yeah で通してる子と、あともう1人は Let's see で通してる子がいるから、 Let me see でほぼ一緒だよね。
イギリス英語がある意味本物なのになんか笑っちゃうよね。わかる。めっちゃ似てない。でもさっきのやつ超似てるんだけど。絶対今何時だろう。大丈夫かな。私やばい、今日見えないんだけど時計が見えない位置で配信しちゃってる。そういえばアリスさちゃんもメイドカフェ行きたいって言ったから一緒に行きなよ。え、そうなの。やっぱさ、でもさ、女子は、女子もさ男子も結局一回は行ってみたいでしょ、みんな、じゃない。え、そんなことない。8時0分だって。えー、じゃあもう終わらなきゃいけないじゃん今日。ピエンピエンだね。楽しかった。でもありがとう。終わりますはい、最後に告知をさせてください。ね、3月の6日に、ももかちゃんの生誕祭があります。はーい昨日誕生日でした。おめでとうございます。ということでね、ちゃんとみんなね、あのお祝いね、お祝いしてあげてくださいね。私もいっぱいお祝いしたいと思います。どうしようかなってずっと考えてる人でお願いします。頑張ってねって何。どういうこと。誰に誰に対して言ったの私今。じゃあねありがとうバイ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 。あれ切れない。